わいい。はい、いいじゃん、これは。違う、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 ちょっと待って。にゃんせよ。今日は味噌カツってめっちゃダサいじゃないですか、服とか。あの全然服持ってないし、いつも同じ服着てるし、超ダサいじゃないですか。だからももが味噌カツのためにシーンで服をめっちゃ選んだんですよ。なので韓国人っぽくコーディネートしていきたいと思います。ありがとうございます。イエーイ。ついでにもものも選びました。味噌カツの服、今の見せよ。え、これこれ普段着じゃん。でも普段着だよ。え、じゃあ説明してよ、上から。説明も何もないんですけど。韓国のありふれた服屋さんで買いました、はい、これはちょっとした韓国のブランドです。クソダサジャージです。はっ、バカ可愛いから。いつもこれ着てるけど、やっぱセーマが着るとなんか中学部活部活ももクラブ。とりあえずデニム。おお、マジで俺デニム履かないよ。え、俺マジでね、似合うかな。俺結構デニムはね、攻めてるよ、マジで。お前の意見いらなくて。違う、韓国人にするためだ。あ、そういうこと。あ、俺が似合わなくてもいいってことね。いいよ、いいよ。あ、そうそう、してくれます。味噌カツは、秋用の上着もなくて。おい、まだおるぞ、俺、ここに。プロレスすぎる。あ、だから、味噌カツのために上着もたくさん選びました。今回は味噌カツの趣味じゃなくて、ももの趣味っていうか、味噌カツの趣味で選ばせると細かくなっちゃうから、ももが選びました。ももクラブ。おお、意外といける。これとインナーに、これインナーに、これ下からその白いのを出すようにしてね。あ、なるほどね、うん、トレーナーとかさ、テーマいつも着てるじゃん。でもさ、トレーナーの下からさ、その白いインナーを出すのが韓国の着方なのに、それをしてないからなんかダサいのよ。あ、かわいい靴。お、いいじゃん。いいよ、ね、めっちゃ似合うよ。似合うくない、色とか。これ味噌カツの靴です。ももが選びました。これ履いてみ。え、かわいくない。生まれ変わっちゃうよ、俺。え、めっちゃかわいいよ。モテちゃう、モテちゃう。履いて、履いて。どうしよう。履いて。すいません。あ、てかサイズさ、うん、どうやって分かったの。前に聞いてた。あ、聞いた、びっくりした。すげえ分かんないだよね。見せて。え、韓国人になった。うーおー、すごい。マジっすか。着心地はどう。いい感じのダボさ、ダボさが悪くない。ここのさ、うん、なんか遊びがあるから。私が天才ってこと分かった。天才ですわ。超似合う。いつも服ダサいって言ってきてる皆さん。どうですか。いや、インナーはそのままで。ああ、うわ、俺マジこういうの欲しかった。私って繊細かな。ちょっとね、ちょっと私も一着着ます。じゃあ、かわいいでしょ。私って赤が似合うので。あ、かわいい。そんで帽子も買いました。今年の冬、なんか韓国で流行ってる帽子があって、こういうなんか動物の耳がついてる帽子がめっちゃ流行ってるんですよ。まあ、かぶってる人は見てないんだけど、めっちゃ売ってるの。あ、え、すごい。ユージンスやん。ちぎやるやん、それ。嘘。かわいい。ねえ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 。あんたその靴履きなよ、いっぱい。ももクラブ。どう、まあ、あんたグレーやっぱ似合わないけど、やっぱ濃い色が似合うんだよ、セーマは。顔が濃いからかな。うん、イエーイ。これ、うわー、かわいいね、これ。もう大変、セーマのお世話。引き目のペット。引き目のペット。いらな。巻いたんだけどいいのに。あ、待って、セーマ着替えた。あ、前もう一回着るわ。うん、急に韓国が寒くなっちゃったので、多分これ春にしか着れないんだけど、この上から着たらすごい韓国っぽい。おお、え、やば、韓国人だった一緒。可愛くない。銭形警部じゃないの。いう、めっちゃ韓国人。あ、待って、味噌カツ。はい。うわ、これさ、そういうの欲しかった。いや、私って天才じゃない。さすがに天才、そこは認めるわ。最近その韓国はこういうラインが入ってる、ここにラインが入ってるデザインが流行ってるから、男の子みんなこんな感じ。え、いいじゃん。お、いいじゃん、これは。え、いいじゃん。ないいじゃん、これは。違う、違う、違う、ちょっと待って。クソ
崩れ落ちた今見えてないよね思いっきり沈み蹴ってるからね、マジで。え、めっちゃ似合う。これやばいね。かわいいね。さっちゃん、これマジでいい。はい、じゃあ次上着もう一個あります。これも可愛かったよな。どういうことやるからダサくない。惚れられないかな。可愛くない。可愛い。可愛いでしょ。まあ、なんか茶色も似合いそうだから。これ茶色バカ似合うよ。おぉ、かわいい。かわいい。これさっきのズボン似合うと思うよ。なんか私がね、みそかつに緑のカーディガンをプレゼントしたんですよ。で、緑のカーディガンだったら絶対こういう白いパンツの方が合うから、今回白いパンツをプレゼントさせていただきます。いいじゃん。めっちゃ韓国っぽい。急に路線変更しようかな。みそかつイケメンチャンネルイケメンとは言ってないよ。私とおい、グラグラライダースも、韓国はもうライダース絶対着るのよ。お、いいじゃん。あ、似合うね。似合うよ、まとまった。中がさ、強いわ。うん、あの、私の緑のカーディガンに合う色です。うわ、白はね、ガチ攻め。じゃあ、ももも着替えます。ももクラブ。どうや、色カット見て、かわいい。うん、めっちゃ。これに、ダウンも買いました。イエーイ。短めのダウン、長いペリーは持ってるけど、短いのないなと思って。が短くて可愛いね。だって味噌カツ全て終わりました。あ、気づいたら終わりました。終わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。味噌カツがこれでみんなにいじられなければいいな。てか絶対言われるかな。え、味噌カツ急におしゃれになったみたいな。え、絶対。何も言わないでさ、載せてみてよ。この動画が上がる前に。私よくカフェで編集するんですけど、こういうセットアップでダラーっとした服で編集してます。めっちゃいい感じ。長さもちょうどいい。チャックがこうやって2個ついてるから、おへそもちょっと見える感じで、私の好きな形です。ねえねえねえ。お気に入りコーデでしょ。お気に入りコーデです。これこれがめっちゃ似合う。これが可愛すぎる。この帽子ね、最近流行ってるけどさ、うん、可愛い。それでもかぶってたらどう思う。彼女がさ、お待たせってこれできたら可愛いって思うけど。はい、ということで今日は味噌カツを韓国人風に変身させてみました。イエーイ。シーンはなんかそのメンズの服もすごい可愛くて、あの韓国っぽい服がたくさんあるので、ぜひ彼氏さんのプレゼントとかにもシーンを使ってみてください。バイバーイ。バイバーイ。 I'm a little disappointed.